新型コロナウイルスの重症病棟が逼迫している大阪府に対し、国は今日までに大学病院などの看護師およそ70人を確保したことが分かりました。文部科学省は全国22の大学病院から35人を確保したほか、厚生労働省なども所管する労災病院などに派遣を呼びかけていました。厚労省によりますと、今日までに合わせて、 およそ70人の看護師が確保されたということです。看護師は大阪コロナ重症センターに順次派遣される予定です。大阪府によりますと、すでに山梨県などから2人が派遣されています。萩生田文科大臣は、大学病院が国民の期待に応えられるよう、医療逼迫などの状況に応じてしっかり対応していくと話しました。